ハリー・アスミにシアトルに行った。一人で旅行するのは初めてで、私はとても心配だった。ポートランドからボルトバースでシアトルまで乗った。ボルトバースはグレーハンドみたいなバス。しかしそれは大丈夫で、私は安全にシアトルに着いた。兄と兄の彼女は シアトルに住んでいたから、私はシアトルに行った。兄と兄の彼女はシアトルを案内してくれた。兄がバス停から私を迎えに来てくれた時、兄はバブルティーを買ってくれた。ハワイでバブルティーは人気があるので、とても懐かしかった。あと、ワシントン大学に行った。 ワシントン大学の桜はとても人気があるので、私は桜を見たかった。公園にはたくさんの家族連れがいて混んでいた。そして、みんなは桜の写真を撮っていた。次の日、ガルガルヘビートレイルでハイキングをした。トレイルは3マイルぐらい。トレイルの上の光景は綺麗だったが、 とても寒くて風が強かった。昼ごはんの後、兄はブラックジャックを教えてくれて、近くのカジノに行って初めて賭けた。賭けるのは楽しくて怖かったが、私も兄もギャンブルに勝たなかった。次の日、兄は繁華街のシアトルを案内してくれた。最初、シアトルの図書館に行った。 図書館はとても大きくてびっくりした。あと、パークマーケットを案内してくれた。兄は彼女に花束を買ってあげていて、私は感動した。そして、その週、私の高校の友達が来た。友達の名前はレイチェルで、彼女はオレゴン市立大学の大学生です。レイチェルが来た時、ショッピングに行ったり、 一緒にご飯を食べたり、たくさん話したりした。また一緒に耳をピアスを開けた。友達といると時間が早くすぎる。次の朝、もう大学に帰らなければいけない。春休みは短くて、しかしとても楽しかった。兄と彼女と友達に会えたから嬉しかった。 シアトルはたくさん買い物をする場所と食べ物といい景色があった。またシアトルに行くのが楽しみます。